食材紹介からでいきなりガムテープってどういうことだよ。本日は再び、メインチャンネルレイマにクッキング。またメインでやるんすか。漫画肉の流れで今回もこっちで。手で立たねえ、今日も使うのね。せっかく約3500円で買った漫画肉の骨、前回の使用だけで終わらすのはもったいない。ってことで今日はインスタやってないけど、インスタバイバイドデカ漫画肉骨フルーツゼリー作っていくわー。まずはお水 500ml を沸かしていく。で、どんな T シャツだし、どんな。そしたらお次はゼラチンチンの出番ね。しっかり 120g 測っていく。次は1個でいいんだよ、黙れよ。あと少し、目指せぴったり120。お、ぴったりお見事。ゼラチンはだいたい50から60度ぐらいで溶かしてくださいって袋に書いてあったのでね。温度調整。熱すぎてもぬるすぎてもうまく溶けないみたいです。おっしゃ、じゃあ量が多いので少しずつ確実にしっかり混ぜ溶かしていくわ。なかなか慎重にいっております、リアル主さん。さあ結構時間かけて全てのゼラチンを溶かしきったわ。なんか泡がエグいんだが。最後にお水を入れてと。ちなみに今回は巨大ゼリーだからね。お水2リットルも使用しますよ。お、ここでメインというか唯一の具材というか、フルーツの出番やってきました。もちろん、缶詰の方も入れていく。なんか惹かれる、こういう缶詰のさくらんぼ。そして桃がでかすぎて出てこない模様。おっしゃ、これでゼリーの元は完成って思ったけども、ちょっと泡がすごいので取り除くわ。アクトリア見つかったら、めっちゃ取れたぜ。おっしゃ、今度こそこれで巨大漫画肉骨ゼリーの元は完成した。あとは成形し冷やして固めるだけ。まずは豪快にジップロックの中に注ぎ込み。骨ねこの中身ぶっ込む。そしたら骨の両端を輪ゴムできつくきつく結ぶぜ。そしてガムテープで袋ごと、漫画肉の形に無理やり成形していく作戦。当然こんなレシピ、ネットでもあるわけもないので自己流でやっております。だからうまくいくか未知数。お、形はだいぶ良くなってきたけど、これがしっかり固まって綺麗に取り出せるかね。おお、なかなか面白い映像だな。こんな感じで固定し、冷蔵庫で一晩寝かせていく。出ました、パンダ。ちゃんと固まって触った感じはブリンブリンボヨンって感じ。さあさあ、ついにワクワクドキドキの開封、形を保ったまま取り出せるか。おお、めっちゃフルーツインスタ映えした。すごい、ちゃんと綺麗に取り出せて、めっちゃバイバイな一品に。ゼラチン多め、固めに作ったのでこうやって持ち上げることもできたぜ、大成功。パンダもちょっとテンション上がってます。それじゃあいざ入刀。さあ、お味はいかが？うん、フルーツのとこは甘くて美味しかったけど、ゼリー部分の甘みはフルーツのシロップだけ、砂糖とかは特に入れてないので、お好みでシロップとか甘みを足して食べ進めているみたいよ。確かに特に甘み入れてなかったな。主ちゃんお気に入りは黒蜜ときな粉でフルーツあんみつ風、これは普通にめっちゃ美味しかったみたい。うん、普通に合うと思う、美味しそう。ってことでなんか骨もったいないと思って、思いつきで作ってみた漫画肉骨ゼリーでしたが、見た目の花も結構あったし、ちゃんと持てたし、一応成功かな。それじゃあ以上、料理名漫画肉骨ゼリーでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。